夏期講習どうなっちゃうんだろうね。夏期講習は夏期講習で予備校にとっては大切なドル箱じゃないですか。皆さん、たったの4日間でですね、2万5000円が消化されてしまうんですよ。ねえ、かわいく浪人生たち、今、3講座無料ですみたいな、ですよね、はいはいはい、で、そこに入っている先生の中の夏期講習はなくなる。受験生の受験計画、一気に崩れてきますよね。この話題始まりました、もっちゃチャンネルです。今回はですね、やってまいりました、皆さん、ね、はい、もうね、これね、4本目なんですよね。もう疲れきった。僕だから、この前にコラボと僕12本目ですから、ね。ですよね。いや、なんかね、あの、撮影もずっと来ると、なんかもう挨拶するのがさ、なんかこう、アホらしくなってきますよね。本当にね。どのテンションで挨拶すればいいんだろうみたいなね。はい、皆さん、よろしくお願いします。早稲田語学塾代表の平です。自粛期間だったからもうずっと動画なかったんで、うん、はいはいはい、今日もう撮んなきゃって言って、うん、12本目、はい、12ね、まだあとね13本目も撮りますからね。自粛ってさ、はい、森田先生河合塾どうしてるの？あ、結局、はいはい、僕だから授業はしてないですよ、うん、あ、してない、普通に、はい、普通にしてない、普通にしてないんだと思って。映像でそれぞれのね授業の担当してる人がいてやるみたいな、なんか参考で変わってるとかってね、うん、来ましたけど、僕には全然知らせが声かかんないんですか？こんなに YouTube やってるのに。いやいや、どういうかかかんない、まあ、上の先生、はいはいはい、わかるかも。お金いっぱい払ってる、わかるわかる、うん、わかる、どう考えても使わなきゃいけないのは、この業界ね、嫌な年功序列がまだ残ってるんですよ。別に可愛いディスってないですよ、はい、可愛い塾は素晴らしいと思いますよ。ディスってないですよ。でだから参考が関東でも次の参考が関西がやってるとかって聞いてたんですけど、うん、名古屋はこのその後お膝元名古屋、その後もしね伸びるんだったら全国ツアーじゃないんだからさ、なんのかな、全国ツアーじゃないんだから分けてやってるって、うんうん、でそういうのがコメント欄に来てましたけど、あ、そうなんですね。で僕らはまあ一応担当のその授業を見れるらしいんで、はいはいはい、うん、見ればいいんですけど、うん、それ見るたびにイライラとかするんですか？いや僕見てない、見っちゃいけないけど辛いから、え、そんな時間ない、なんで俺に声がかからないんだ。自分の花呼びの授業の編集の方がよっぽど時間かかる。花呼びすごいっすね。前花呼びの第1回が上がる本当に前日前々日ぐらいに最後の撮影とかもねちょっとしてたんだけど、で東進をもうやめるってなって、はいはいはい、で森田先生が動画出すじゃないですか、はい、もうねあれねちょっと焼きそば食べながら見てたんだけど、はい、焼きそば鼻から吹いちゃってあのほらちょっとさ、あの松井和代に見えちゃってなんでなんかあの私は日本で最もあれね、英語講師になると宣言しました。なんか今日は私のやつに対する気持ちをみたいな、なんかさ松井和代みたいに見えちゃってさちょっと笑っちゃったよねあれ。なんかこう忠呼びの講師になりますって言ったやつ。はい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 。そう。いや改めてちょっとね松井和代見ちゃったもん僕。今見るとねちょっと面白いですね。面白い。また見てください、うん、みんな。はい、松井和代、概要欄に貼っている。ないです。貼らないよ。はい。今日はねだから皆さんちょっとね少し河合塾にも関わる話なんですけど、はい、夏期講習どうなっちゃうんだろうねっていうね、うんうんうん、ちょっと話なんですよ。心配してますね。まあね今年ね初めてね予備校とか行く方はちょっと分かんないかも分かんないんですけど、普通大学受験の予備校っていうのはですね5月に夏期講習の情報をオープンにして募集とかがスタートするんですよ、はい、ただ今年に関してはまずそもそも夏期講習どころか通いの予備校に行ってすらいないと、うん、もう夏期講習ってさ普通さこう1学期の授業がまあ数回終わっただけとはいえ数回受けてあの先生いいなとかあの先生なんかちょっとすごく分かりやすいなみたいなこととかも踏まえてなんか夏期講習とか選んだりするじゃないですか。あ、そうですね。今年はまさかのまさかまず校舎にすら行けてない上に、うん、夏期講習の募集もうやんのみたいな感じですよね。はい、そうですね。で夏期講習は夏期講習で予備校にとっては大切なドル箱じゃないですか。うん、その通りだと思います。うん、大学受験生も夏期講習大好きじゃないですか。そうそう、ね、夏期講習という響きでワクワクするね。そうそうそう、受験生もたくさんいるはずなんでね。塾とかも予備校だけじゃなくて塾もその夏期講習っていうので、うんうんうん、ドル箱ですよね。だからいわゆる1ヶ月で1個1個、普通現役生とか、うんうん、この塾だと1週間に1個1個こうあるわけじゃないですか、うんうんうん、それで4つとかね、その月謝ってなるものがたったもう1週間でそれを月謝も稼げるとなるともう予備校のワクワクが止まらないわけじゃん。ねえねえ、今度ジャパネット高田入ってるでしょ入ってる皆さんたったの4日間でですね
そう2万5000円が消化されてしまうんですよ。だからね、その普通の現役の塾とか予備校だったとしても、うん、現役とかって夜しかないものが朝まで開けることによって、だからもう一日中ね、そうこれが全部ボン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 と入るから、うん、だから結構予備校にとってもさ、大事な収入源になるこの夏期講習がどうなっちゃうんでしょうね。だから、うん、その辺で何か聞いてます？まあ、もちろん知ってます。あ、知ってるんだ。それは言えないやつ。わかんないです、公表されるまで。はいはいはい、はい、だから上げてはいないですけど、うんうんうん、まあ、別に全然話していいですけど。あ、そうなんだ。だったら話してもいいんじゃないかな。研修は僕がするから。ただまあ、あのほら、こう夏期講習ってさ、じゃあ仮にまあ募集するとするじゃないですか、うん、だけど今夏休みをちょっとこう縮めましょうかねとか、そういう話も出てきてるじゃないですか、学校がですね。うん、そうそう、学校が、うん、ってなってきちゃうと、まあ、その情報が出る前にもし募集しちゃうと、変な話、あ、申し込んだのに受けられないみたいなことになっちゃうじゃないですか。その通りです、ね、そこが一番の問題。まあ、変な話、早くこう、まあ、文科省なのか、まあね、政府なのか分かんないけど、うん、公式にね、まあまあ、でもこれって学校が発表することかですよね、まあ、夏休みどうするかって、ね、どうなるかね、その、まあ、誰が発表することなんだろう。誰が発表する、うん、ね、かわいじく浪人生たち今、うん、3講座無料ですみたいになってますよね、はいはいはい、あ、そうなんですね。そうそう、この普通の浪人の人たちは高校生3講座無料でっていうのが来てますけど、うん、まあ、現役生はそうするわけにいかないです ね、 ですよね。現役生は本当通えるか分かんない、うん、だから河合は夏期講習4ターンカットかな。あ、そう、うん、3ターン、はい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 、3ターンって言っても1週のやつじゃないターンもあるから、うんうん、あ、そうなんですか。2日のターンもあるから、うん、多分3ターンってことは2週間ちょっと、うん、で最後のターム、8月の最後のタームは全部カット。あ、そうカットしちゃうんですね、うん、全部で、そこに入ってる先生のだから夏期講習はなくなる。きついね。だから一番の稼ぎ頭は残してる今のところは、7月の末と8月の頭のやつは残ってます。はいはいはい。だからまあそこにメイン講座入れるんで、うんうんうん、そこは残ってるけども他はカットということが決まっております。ちょっと大変ですね。はい、うん、わかんないです。まだ正式な発表が来てないというか、出てるか、まあ、例えば発表出せないでしょ。僕らは夏休みどうなるのか分かんないと。そうそうそう、うん、だから僕らは来てるけど、うんうん、それも変わるでしょ、また可能性は全然、うん、正式発表はされてないね、うん、だから多分夏期講習とか宣伝がっつりしてないんじゃないかな今。ですよね。だからちょっとね、なんか例年のうちの業界と比較するとちょっと異様っちゃ異様なんですよね、うん。でさらにまあ夏期講習だけじゃなくって、まあ、夏休みが受験の天王山と呼ばれる理由っていうのは、約40日間もの休みの時間がこうドッと受験生に与えられるからっていうのもあるわけじゃないですか、ね、受験生の受験計画一気に崩れてきますよね、うん、夏休みが ね短くなっちゃうとね。あ、これね、まあ、別の動画でも撮ったけど、もう共通テストにはなるわ、うん、コロナウイルスで大変なことになるわ、夏休みは減らされてくるわ、なんか本当気の毒ですね。大変な年です本当に、うん、ただね、僕ってなんかゲッターズ飯田の占い枠、僕銀のカメレオンって言うんですけど、はい、なんかね、今年はね12年に一度来るいい運気の周期らしいです。12年に一度なの、うん、やってくるいい運気の周期らしいですね。その年にね、周りが悪くなるでしょう、うん、なんかね、ちょっとこう自分の運を生かせてない気がするんですよね。ということでした。ちょっとこんなに短いそんなサブチャンネル、ちょっとね、いや終わっちゃったね終わっちゃったね。そうね、じゃあちょっと聞いて、なんかいやオンライン予備校じゃないですか、だって。ああ、まあ、うちはだからほら、もともとオンラインのほら学習塾だから、うん、もう今回のコロナウイルスもほぼほぼ影響ないんですよ、うんうんうん、そこはまあ全然問題ないし、夏期講習もまあ例年通り、まあちょっとカリキュラムは変えようと思ってるんですけど、センター試験がなくなったからなんだけど、まあそこはうちの日枝先生とかとちょっとご相談しながら、はいはい、まあ、なんかこういうのにしようかなみたいな、ちょっと考えてるのがあるんで、うんうんうん、まあ、すげえのをやつか作りますけ ど、 なるほど、うん、ただまあ他のさ、こう結構学習塾の経営者の横のつながりとかがあるから聞いてると、まあ、学習塾って他の飲食とかと比べるとコロナウイルスの影響って、まあ、小さいっちゃ小さいんですよ、ビジネスモデル上。これでもはっきり言って、え、学習塾はですか、うん、学習塾はあのやっぱ言ってもまた収まれば来るからなんですよ。飲食ってこう収まったところでこうじゃあすぐお客さんが復活してやってくるかって、そこが見えない部分が一番怖いみたいなんですよね。うん、だからそういう意味で言うと、まあ影響を受けにくいというか、でしかも学習塾の場合ね、こう月謝とかだから、うん、まあ収益が安定するじゃないですか、うんうん、で河合塾とかだったら一括でも払ったりしてるじゃないですか、はい、だから結構ね、他のビジネスモデルと比べると安定はしてるんですよね、こういう状況になっても。なんだけど
まあ、それでもやっぱこう今後のこの先のことを考えると結構不安でいっぱいみたいだから、まあちょっと、まあ、今動画で言っちゃったけど、あんまりこう自分でうちは特に影響がなくみたいなのもちょっと言いづらいですよね。うそうですね、うん、ああやって開けなくてね、うん、個別塾とかどうなんだろうとかありますけどね。そうなんですよ。いわゆる大きいところだと先生たち保証が出たりとかありますけど、個別塾とかね、普通の塾じゃね、当然授業しない先生たちには払われないしね。そうですね、当然ね。いろんなとこが、まあいろんなのやってますからね。近くの居酒屋も八百屋になってたし、うん、なんか皆さんねお弁当出してますよね。だけどあれのね利益率ね超低いですよ。皆さんの町、よく行く町にもあそこすげえ儲かってるんだろうなみたいな商業施設とかあったりするかもしれないですけど、意外とね利益率低くてね、キャッシュがね少なかったりするんですよ。すごい話になってるけどいやいや本当に脱線しちゃいましたけど、まあまあ予備校の夏期講習は、まあ、とにかく、うん、学校によって左右されるだろうなと。そう、学校がこの期間ありますって成績になれば、うん、その期間に夏期講習やったって人は来ないわけですからね。うん、まずはやっぱ学校のね発表がないとちょっと動けないのかなっていう感じですよね。縮小するだろうと思うし、うん、またでもねこれでぶり返しとか来て緊急事態宣言また発動されたら、うんうん、また夏期講習オンラインみたいなねことになっちゃいますよね。可能性だってねあるわけで、困りましたね、そういう場合はね。ということです。一体どうなっていくんでしょうか。皆さんの予備校はどんな風になっておりますか。コメントお待ちしております。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching